パチャマでございます。パウイニングレブン実況者のチャマでございます。最近はねサッカーゲームいろんなゲームやってます。 FIFA とかもやってますし、今年結構がっつりやりましたね。やっております。サッカーゲーム全般の実況者 やらせていただいております、チャマでございます。タイトルにある通りですね、ベストイレブン、 CM、もしくは広告、デブ、キモい、この4つのワードがですね、Twitter に溢れておりました。はい。まあね、サッカー系のね、動画を見られる方はご存知かと思いませんが、僕がね、ベストイレブンっていうモバイルのアプリ、サッカーのアプリでガチャを引いて一喜一憂しているところっていうのがね、今ね、広告で流れます。だから YouTube の広告とか TikTok の広告、TikTok だっけとかで流れますんでね。まあ、鬱陶しいと。いう声は、まあ、出るかなと思いましたけども、まあ、想定はしてましたけどね、デブキモいまでは、ああ言われるんだって、このご時世に、あ、ルッキズムだなんだで、いろんなね、こう、ネガティブなことはやめていこうみたいな、世の中の中、ああ、デブキモい言われるんだな、こんなにもストレートにも言われるんだなとか、思われてね、まあ、ザクーですよ、ベストイレブンですよ、うわ、俺の心のベストイレブンが、こんなにもバラバラになっちゃったっていう感じですけど、まあお騒がせしておりますという感じでございます。まあそれからね、なんだこのデブとかね、興味を示して来られる方もおるかなと思いましたんで、来ない人の方が多いかなとも思ってますけども、まあ自己紹介という動画ではね、なんですけども、今ね、ちなみに今来られても困るっていう話をまずさせていただきたくてですね、僕がメインでやってたサッカーゲームのね、ウィニングレブンっていうゲームが去年ね、新作が出たんですよ。11月、9月ぐらいだったかな。大こけしてしまいまして、バグだらけで、おもんないということで。で、炎上してね、なんか開発もう一回し直すみたいな、まあ流れになってるわけですね。で、それで今、やるゲームがないっていう、やるゲームがないっていう状況で、で、まあ、ウィニングイレブンと並行して、毎年ね、FIFA をやってたんですよ。ウィニングイレブンと FIFA をやってて、ただ FIFA はね、結構最初の2、3ヶ月で、まあ楽しみ尽くすみたいな設計を多分運営の人がさ結構されてるんで、まあそれが過ぎるとね、飽きちゃってユーザーとかもどんどん離れていくみたいな流れなんですけど、まあでも今年はね、ウィニングレモンを潰れてやることないし、まあ FIFA にがっつり、こう、向き合えるぞということで1年間やろうっていうことを言ってたんですけど、結局やっぱ途中で飽きちゃって、こう、選手集めのところでもうこれ以上はいいかなっていうところまでメンバーが行っちゃったらね、モチベーションが上がらなくてということで、まあなんとかね、動画出したいんですけど、まあ今その動画出せてない状況でございます。だからね、今は僕は、まあ、e フット、ウィニングイレブンの新作、e フットボールの新情報が出たりとか、まあもしくは UFL っていうサッカーゲームがね、もう一つあって、あとゴールっていうサッカーゲームも、これ開発中なんですよ、UFL とゴールは。まあ、いつ出るかもわかんない。年内出るかな、出ないかな、みたいな感じなんですけど、まあ今年、ワールドカップイヤーだから間に合わせてくるとは思うんですけど、まあその最新情報が出たりとか、まあそういうのを、動画で出しております。普段は、今は出してないですけど、サッカーゲーム関連の、出してます。一応、ウィニングイレブンで言えば、まあ、初めての YouTuber みたいな感じになってます。日本初のプロゲーマーみたいな感じにもなってます。今は。でも、イフトの再生数が落ちて、スポンサーの方にはね、こちらからお断りを入れて、ちょっと今年お金をもらうのは忍びないので、ちょっと、また盛り上がった時に、スポンサーしてください、みたいな感じで、ちょっと契約お断りのこと、ね、連絡を入れたりだとかして、まあ、今はもう、ほぼ無職っていう感じです。動画もたまに上げたり上げなかったりって感じなんで。で、今はね、メインで、ツイッチでね、Apex やってます。まあ、波の配信者と同じようなことやってますよね。何がお前サッカー専門のね、デブだと。波のあれをやってます。うん。まあでも、イフトがね、今年の4月ぐらいに出ると思うんで。一旦だから、今回ね、ベストイレブン広告デブキモイで検索してきた人、一旦ここお引き取り願いたいです。今日は。今日のところは、一旦お引き取り願って、チャンネル登録だけお願いしますね。一旦お引き取り願ってですね、一応4月中には e フットボールっていうのがね、出るらしいんですよ。まだちょっと具体的な数字は出てないけど、リークとか情報によるとまあ4月中に出るんじゃないかと。で、そちらの方のコンシューマー、家庭用の実況させていただいております。ぜひね、そちらが始まったらもう僕本番なんで、見に来てくださいと。ベストイレブンの皆さん。で、さらにね、e フットボールは、今ウィニングイレブンのね、ウィーレモバイル版も出てると思うんですけど、それもね、同じタイミングで、
ま、全く同じ日かどうか分かんないですけど、同じタイミングで、e フットボールに変わるみたいなんで、まあ、そちらもね、まあ、中身は一緒ですから、で対戦もできますんで、ぜひね、家庭用の方のこんな感じでやってるんだみたいな、見に来ていただけたらと思います。ベスト11もやりつつ、ね、こう e フット情報発信してきますんで、ぜひよろしくお願いします。でもね、ツイッターで見たら、ベスト11めっちゃおもろいっていうツイートが結構多いんですよね。で、割とサッカーゲーム、こう、なんて言うんだろう。大体、似たようなルーティーンというか、まあ、なんか何かのミッションをこなして、チケットをもらって、それでスカウトする。で、選手を集めて、選手を育成して、自分のチーム強くするみたいな感じでね、まあ、大体似たような動きなんですけど、まあ、ベスト11はね、確かにね、育成要素が結構充実してて、割と面白かったですね。今までのと比べてもやることいっぱいあるなみたいな。だから結構ねベスト11は面白い。だから皆さんベスト11もやりつつアクションサッカーゲームやりたいんだったらウィレやろうかなみたいな感じで、うん、来ていただけたらと思います。僕もねベスト11ちょこちょこと暇の時にやってますんでね、よろしくお願いしますということで、ベスト11デブキモイで来られた方、まあどんなやつやねん、まあ確かにねいきなりデブ見させられたら暑苦しいかもしれない、うん、誰やねんっていうのがないから、まずある状態でね、お前は誰だという状況で見させられても困るという気持ち分かります。はい、今日もねこの後ラーメン二郎食べに行こうかなと思ってますけど、まあどんどんねデブまっしぐらのデブもええやんと思っていただけたらね、見ていただけたらと思います。過去の動画もねいっぱいあります。そう、過去の動画がいっぱいあるんでぜひ見てください。じゃあまあベスト11広告キモい、こんにちは、こんにちは、それで来た人こんにちはということで終わりにしたいと思います。ぜひね、4月末ぐらい、4月中には本格始動するでしょう。このチャンネルはお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー